航空業界大きな危機乗り越えることができるかどうかっていうのは、白坂慎太郎です。今回はですね、 JAL 3ヶ月で200億円の赤字というテーマでやっていきたいと思います。で、実際コロナの状況でですね、まあ、最大で、まあ、毎月どれぐらいの赤字っていうのが、まあ、見込まれているのか、それに対して実際ですね、まあ、JAL っていうのはどれぐらい現預金を持ってるから、ね、耐えられるのかというのを見ていきたいと思います。まあ、この3ヶ月っていうのは1月2月3ヶ月3月ですねの3ヶ月で200億だったんですね。で、というのは1月2月っていうのはまだそんなに深刻じゃなかったんですよね。どっちかって言ったら3月4月月、そしてこれからの5月以降っていうの方が、まあ、深刻ということになっています。まあ、どんどんね、人が、まあ、飛行機に乗らないというのが1月よりも2月、2月よりも3月という形で、まあ、深刻化していってるので、じゃあこれからですね、まあ、最大でどれぐらいの、ね、状態っていうのが想定されるのか、その最悪の状態になった時に何ヶ月ぐらい JAL っていうのは耐えることができるのかというのを見ていきたいと思います。そうすると、まあ、一番新しい決算書で見た時の、まあね、JAL が持っている現預金っていうのが3200億円あります。それに対して、まあ、1月よりも2月、2月よりも3月の方が、まあ、状況が悪くなっているんですけれども、3月より4月、4月より5月っていうふうに、まあ、さらに考えた場合はですね、今後、まあ、さらに状況が悪化して深刻化していった場合、まあ、最悪1ヶ月で300億ぐらい赤字になる、っていう見通しがあります。で、そうすると、まあ、3200億現金預金を持っていて、最悪1ヶ月で300億赤字ということになると、まあ、このままだったら、まあ、9ヶ月は耐えることができるってことなんですね。しかも JAL はですね、まあ、その前回の決算の時点で、まあ、400億はさらに追加で、ね、資金調達する予定がありますというふうに言ってました。その3200億現預金持ってるんだけれども、400億はすでに、ね、もう資金調達の予定がありますというふうに言ってました。なので、まあ、3200億足す400億をすると、まあ、3600億ですから、3600億で考えると、最悪1ヶ月で300億の赤字が出たとしても、まあ、12ヶ月つまり1年は耐えることができると、まあ、そういう資金状態になっているということですよね。まあ、つまり何が言いたいかというと、 JAL は非常に、まあ、財務体質が健全だから、9ヶ月から1年は、まあね、最悪の状態が続いたとしても耐えることができるということですよね。まあ、つまりコロナが収束するまで、まあ、持ちこたえることができることが、まあ、想定されているということです。で、これが、ね、まあ、JAL は、国内2位の、航空会社ですけれども、1位の ANA よりも非常に、まあ、そういう意味では、ね、状況が、まあ、楽観できるということですよね。ANA、まあ、全日空、こっちの方が、まあ、業界1位ということになるんですけれども、 ANA は、まあ、JAL よりも売上が1年間で6000億多いんですけど、経費も1年間で6000億 JAL よりも多いんですね。だから非常にこうね、大きな経費っていうのを抱えて、まあ、会社を起業してる、経営しているというのが ANA になります。で、そうした時に ANA の場合は、同じ時期で比べた時に現預金として2600億ですね。で、それに対して最悪の場合は500億円の赤字ということになりますから、2600億割る500億をした場合は、ANA の場合は、まあ、5ヶ月間ということになるわけですよね。だから ANA の方が、まあ、資金繰りという意味では逼迫していると。まあ、早くこうね、融資を受けたいという状態になっているということです。で、何が違うかっていうことなんですけど、JAL と ANA っていうのは何が違うかっていうことなんですけど、JAL はですね、一回破産状態になってるんですね。なので、もう一回こう破産して、ね、会社構成法っていう法律に適用してもらって、で、政府とか、まあ、債権者から支援を受けているんですよね。まあ、一回破産した企業というふうに考えていただいていいと思います。破産して、で、もうね、とにかく債権者にね、債権をね、9割以上放棄してもらって、そしてもうかかってる経費っていうのをとにかく削ぎ落とせるだけ削ぎ落として、ね、本当にこうね、まあ、筋肉質の財務の体質にして、お金の体質にして、そしてもう一回利益が出る状態になってから再上場しているという企業なんですよね。だから一回もう簡単に言えばものすごいダイエットをして、ね、贅肉を削ぎ落として筋肉質になっているという、そういう体験を JAL はしているわけです。 ANA はそれをまだ体験してないということなんですね。2012年に再上場して2019年までの丸7年間ずっと黒
黒字経営をやっていたわけです。だから現預金をこんなにたくさん豊富に持ってるわけですよね。なので、まあ、全くね融資を受けなかったとしても9ヶ月は全然耐えることができるし、まあ、実際400億ぐらいだったら簡単に資金調達することができるということですよね。なので、まあ、最悪の状態がね、1年続いたとしても、全然、まあ、乗り切ることができるということになっています。で、私たちがこのね、テーマから学ぶことができることっていうのは、コロナというね、もう航空業界にとっては本当に大危機が起きたとしても、コロナの前がすごく経営がうまくいってたら、ね、乗り切ることができるということなんですね。だからコロナという出来事に関しては、まあ JAL にしても ANA にしてもどうしようもできなかったわけですよ。JAL が何か悪いことをしたからコロナ危機が起きたわけでもなく、ANA が何か悪いことをしたからコロナショックが起きたわけでもないですよね。まあ、これはもうはっきり言ったら、もう不可抗力っていうか、どうしようもできない事情で、一気に航空業界っていうのにね、すごく大きな危機っていうのが訪れたわけです。ただその危機を乗り越えることができるかどうかっていうのは、危機そのものへの対応ではなく、危機が起きる前にどういう経営をしてたかっていうことがすごく大きいということなんですね。これだけ丸7年以上黒字をね、続けてきて、豊富な現預金を持っていたならば、たとえ危機がね、9ヶ月続いたとしても、全然耐えることができるし、ね、簡単に400億ぐらい資金調達することで、1年ぐらいは耐えることができる。まあそういうね、状態になってるわけです。そうしたら、もうね、はっきり言ったらコロナショックが落ち着いた時に、もう一回ね、みんながね、外出自粛で、旅行をとにかくしてもできない、したくてもできない、旅行したくてもできないっていう、欲求不満、フラストレーションが溜まってるのを、みんながもう一回かもね、やっぱやっとね、外出できる、旅行できるね、っていう風になった時にね、結局危機を耐えることができた、まあ、JAL とか ANA とかっていうのは、まあ、過去最高益を期待することができるということです。一番大事なことは、危機が起きた時に危機にどう対処するかっていうことよりも、危機が起きる前にどれぐらい健全な経営をしてたかどうか、そっちの方がすごく大事だということです。はい、今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひ高評価を押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あなたのとても貴重な時間にて、この動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。